そんなことがあったとは。孫さん、今日はもう終わりじゃ。明日また来るがよかろう。よいか、日々の修練を怠ってはならぬぞ。わかりました。シェンファの家に帰るか。お金ないからアルバイトする。時間まで。まだ午前中じゃねえかよ。いや。よし。惜しいの。やばい、ボロボロ。ひどい。よし。集中しろ、集中。まあまあか。どうだ。惜しいな。あと5本で自己ベでした。バカ。だいぶ疲れてきてるな、りょうくん。まだだ。な、その光のエフェクトがすごい。りょうくんの体を貫通しているその丸いのは何？気が散って薪割りに集中できない。おお、来た。惜しいな。まだまだ。よう来た。そうじゃ。よいぞ。でも自己ベだ。2回外したのに自己ベ。本当に自己ベかこれ。もっと、筋がいいの。もっとできてた時があったのかな。少なくて申し訳ないが、取っといて。ラスト。その位置苦手だな。見事じゃ。これ。そうじゃ。まあいいしょ。終了。ちょうど7時だ。はい。やめておきます。1000近く。無理にと。あざした。なんかこれを見ると、マインクラフトの牛の皮を思い出すんだけど。牛じゃねえな、これ。ただいま、シェンファー。シェンファー。りょう。孫さんから。親父の話を少し聞いたんだ。そう、何か分かった？趙孫明と親父は共にここで修行した仲だったんだ。この八ヶ村で。ああ。しかしその後、趙孫明は非業の死を遂げた。どうして？聞けたのはそれだけだ。
詳しいことはまだ。そう、そんなことが。リョウ、孫さんは助けてくれたの？まあ、そうみたいだ。そうみたい？ああ、技を教えてくれるって言われたけど。言われたけど？まずは高い酒を持ってこいと言われて。お酒を？ああ、酒を渡したら今度は。お酒だけじゃなかったの？鶏を捕まえろと言われた。鶏？ああ、これで本当に技を教えてもらえるのか。リョウ、どうするの？どうするって？孫さんのこと。俺は孫さんを信じてみるよ。俺はあの技をこの目で見た。あの人は本物だ。うん、リョウがそう言うのならきっと大丈夫。頑張ってね、リョウ。ああ。いいなあ。マロタンがそういうのなら大丈夫、頑張ってとか言ってくれる人いいなあ。はい、ということで。リョウ、朝よ。はい、ということで次回はまた、そうですね、孫さんのとこに行くところから始めます。お疲れ様でした。はい、4月27日、本日のハッカソンでございます。またの、なんだ、強欲ジジイのとこに、行けばいい感じですかね。りょう。ん？行ってらっしゃい。ああ。ああ。ジジイ。まずは真帆じゃ。え？真帆ですか。基本の型を徹底的に身につけんとな。はあ。わかりました。始めます。さて、お寺見拝見と行こうかの。そうじゃ、その調子じゃ。はい。よし、良いぞ。はい、そうじゃ、その調子じゃ。そうじゃ、なかなか良いぞ。あ、はい。腰が高いと言うとおろうが。あ、そうじゃ、なかなか良いぞ。スタメがいいってこと？よし、良いぞ。そうじゃ、その調子。よし、良いぞ。下げるんじゃ。そうじゃ、なかなか良いぞ。下げ目がいいってことだね。え？鶏でかすぎじゃね？ほう、なかなかやるの。そこの鶏を10匹また捕まえろ。え、また嫌なら。もちろんやります。さて、お寺見拝見と行こうかの。うわ、三角かい。四角かい。
丸かい。あー三角かい。はい。むずい。むずい。むずっ。短いよ。おう、なかなかやるの。孫さん、今日はもう終わりじゃ。まだ9時だよ。良いな。日々の鍛錬を怠るでないぞ。わかりました。シェンファの家に帰るか。ほうか、やっていくか。続けてやるか。もう一回。なかなかレベル上がんないんだ。もっとやってみるか。レベル7までやる。もう2回ぐらいかな。おお、上がった。ギリ上がった。クンフーのレベル上げるか。攻撃力って続けてやるか。またにしよう。あれ、こっちだっけ。それとどちらか。サンダー。おお、サンダー。まだいけるじゃろ。もう体力少ないけどこのままやるわ。いるじゃろ。何時今。まだいけるじゃろ。まだもうちょっと、はい、OK。 まだ午前中なんだけどな。なんか帰るか。え、はあ、あれいねえ。シェンファー、あ、どこ行った。あ、これはまた潜入チャンスでは。これ何なの。ありゃいないな。え、寝ちゃっていいのかな。あ、寝れる。普天寝。まあ朝まで行っちゃうんだ。晩ご飯食ってねえから腹ペコだぜ、シェンファー。さよなら、シェンファー。おはよう、リョウ。おはよう。よく眠れた？ああ。ああ。いつもと違うパターンだったな、シェンファー。いってらっしゃい。ああ。ああ。あれ？なんか、体力ゲージにちっちゃい弾が1個増えてるな。たまっこ一個増えだ。おいじじい、いい加減教えろ。こら、今日は警報じゃ。警報って
なんじゃ知らんのか。ならばこの機会に覚えていけ。はあ。わかりました。やってみます。今日はちと難儀じゃぞ。え？ガイドライン、この中に入れる。倒しながら回す。それでは遅すぎじゃ。そうじゃ、なかなか良いぞ。よし、良いぞ。えへえ。よしよし、その塩梅じゃ。そうじゃ、その調子じゃ。難しくはないな。よし、良いぞ。そうじゃ、なかなか良いぞ。よし、良いぞ。そうじゃ、なかなか良いぞ。よしよし、その塩梅じゃ。ああ危ない。ほう、なかなかやるの。あは。分かっとるな。また10匹？鶏を10匹です。俺これ苦手。うん。反応できないんだよな。このやるやめるの選択肢意味あんのこれ、リョク。やりますよ。やりますよ。さて、お寺見拝見と行こうかの。お、ついにか。そろそろ技を伝授してやるかの。やっと。はい、よろしくお願いします。じゃあ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 、良いか。はい。ん、素早く接近して撃つのじゃ。え？これムービーか。遅い。素早く接近して撃つのじゃ。難しい。接近して撃つのじゃ。時計回りか。あ、え？遅い。
あ、ちょっと意味が分かんない。素早く接近して撃つのじゃ。あ、なんだそれだけか。見てからか。そうじゃ、そのタイミングじゃ。うん、もう一度試してみるか。は？お願いします。よし。素早く接近して撃つのじゃ。残光。そうじゃ、そのタイミングじゃ。うん、もう一度試してみるか。その簡単に簡単に伝授されるものなの？いえ、もう大丈夫です。そうか。しかし何回かできたからとて油断するでないぞ。はーい、はい。